腰椎椎間板ヘルニアの原因。腰椎椎間板ヘルニアでは画像診断の結果から椎間板の髄核が飛び出して神経を圧迫しているという説明が一般的です。この動画ではさらになぜ髄核が飛び出したのかについても解説します。髄核が飛び出す原因。腰椎の髄核が飛び出す原因は大腰筋という筋肉が硬くなったのが原因です。筋肉は硬くなると縮んできます。縮むことにより腰椎に圧力がかかります。その状態で前かがみ姿勢になった際に圧力が一気にかかり髄核が飛び出したのです。慢性腰痛が証拠。大腰筋が硬くなると筋肉自体に負担がかかり腰痛が発生し、さらに腰神経叢という神経も圧迫するので腰のだるさ、足の神経痛などが現れます。腰椎椎間板ヘルニアになった人は以前から慢性腰痛があったはずであり、そのことがヘルニアは大腰筋が原因ということを裏付けています。また腰椎椎間板ヘルニアの原因として重労働、車の運転などが挙げられます。重労働、車の運転は大腰筋を痛めやすいです。病院では筋肉と考えない。病院では筋肉が硬くなり痛み、神経痛、ヘルニアの原因となると考える医師は少ないです。以上が腰椎椎間板ヘルニアの髄核が飛び出す原因をご紹介しました。次回の動画では腰椎椎間板ヘルニアの鍼治療法について解説します。この動画が参考になった高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。